皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はですね、ダダン、グレイルで秋物福袋を買いました。今回、グレイルの福袋のあの画像のところが変わってたのよ。だから入ってるものもちょっと秋冬仕様になったのかなと思って、買ってみました。今回は、L サイズを買ったんですけれども、確か1980円のボックスを買ってて、なんか送料無料期間に買ったので、送料も無料でね、ポイント使ったからね、実質1500円ぐらいでゲットすることができました。というわけで、開けていきたいと思います。この動画が上がってる次の日ぐらいにね、前みたいに、1週間コーディネートみたいな感じの動画を出したいなと思っているので、福袋の商品でね。だから私が着れるものを入れておいてほしい。というわけで、開けてきます。オープン!ででん!あ、1980円じゃない、1999円だったわ。1個ずつ開けていきましょうか。それでは1つ目。せーの!じゃん。カーキだ。カーキのニットらしきものだ。じゃん、まこの色着ないけど大丈夫かな?似合うかな?あ、しかも半袖さんだ。だけどここがスクエアネックっぽくなってるんですよ、ここ。なので、いい感じに着れるのではないでしょうか。ただちょっとね、こう、袖が短いわ。だから、秋物というよりか夏物なんだけど、上からこう、今日着てるようなこういうシャツだったりを合わせて着てあげれば。いい感じに着れるのではないでしょうか。似合うかな、でもこの色。あ、でもこれでもまあまあ合うか。なんだろう、こう落ち葉っぽい感じの秋っぽい色ではありますね。で、私の好きなこのスクエアネック、ぽっちゃり体型の方はこう首のところがこういう風に開いてるもので、丸襟よりかはこういうスクエアネックだったり V ネックみたいな、こういう V ネックとかだと結構細見えするので、これはいいんじゃないかなって感じです。あ、でこのボタンはこんな感じで飾りボタンなので、ぴったりめに着て、このボタンのところの隙間からお腹とかが見えることもないので、良きではないでしょうか。ただ色が私的に挑戦カラーです。でも大人っぽいからいいかも。じゃあ次行きます。せーの!ででん!あー、このタイプ。これは着ないわ。絶対着ないんだよな。この間もこういうの入ってたんだよ。こういう感じの、大きいビッグ T シャツなんですけど、あ、まあでも色がこれだからまだいいか。この間チャコールグレーみたいな感じでこういうビッグ T シャツが出てきたんですけど、チャコールグレーのビッグ T シャツってほんとダルギ感が否めなくて何にも合わせられなかったね。で、今はもうちょっと部屋着になっちゃってるんだけど、こんな感じで茶色だからまだいいかな。なんか前、ちょっと前の GU 購入品で紹介したレースのね、中に着るようなお洋服と合わせたらいい感じに秋っぽく着れるのではないでしょうか。これもフリーサイズだ。大きめだけど多分大きく着るやつなんだろうね。で、ここにポケットがありますね。ちょっとさ、私最近刺繍をやってみたいなと思ってて、だからちょっとこのポケットにさ、なんかクマさんとかの刺繍入れたらめっちゃ可愛い、可愛くない?絶対。ちょっと時間ある時にやってみようかな。これ無地のやつにね、自分でさ、やっぱ推しのキャラクターがいる方だったりは、推しのキャラクターだったりを刺繍する方がいらっしゃるので、ちょっとそれを真似して私もやってみたいなって思ってるところ。ちょっとそれも、それの動画も撮れたら撮るね。わかんない。ゆるすぎてサブチャンになるかもしれないけど。あ、すんごい見えてる。カラーすごい見えてるけど、これは挑戦カラーよ。いきますよ。はい。まあでも髪色派手だから逆にいけるっていう説はある。スウェットみたいな感じの素材ですね。めっちゃ黄色なの。めっちゃ黄色で、オレンジでね、ボンドオブ、ボンドオブピース?ボンド?ボンド?ボンドって何?ボンドオブピースってどういうこと?わかんないけど。あ、でさ、でもこれあれだ。すごいなんか、工夫を凝らしとるというか、この首のところがですね、こういう感じで、V ネックになってます。結構、形は面白い。なんだろう、変形スウェットみたいな感じ。ただやっぱ自分では買わないカラーなので、これもちょっとどうやって着ようかなという感じですね。おっきめのこういうスウェットね、可愛いから着たいと思います。はい。じゃあ次。あと2個入ってますね。いきます。せーの。バン。これもすごいカラーもんが多いね、今回は。黒とか白入ってないね、まだ1個も。これ着ないタイプだな、私が普段。これもさっきのやつみたいな感じで、袖が半袖のカーキのなんかお洋服です。シンプルだけど、私こういうなんかちょっとアッシュっぽい落ち着いた色のこういうグリーン系だとね、結構顔が沈むんですよね。ただ今、髪が明るいから、まだマシかという感じなんですけど。で、ここのところがね、なんかちょっと、わかる?ワンショルじゃないけども、こういう風に着るやつなのかな?になってて、これも少し形が普通のよりは、ちょっと変な形。なんだろ、いい意味でね、変形の形かなと思います。これがきっと最後です。いきます。せーの。ででん。ああ、
なんかこれ見たことあるぞ。じゃーん。え、同じやつじゃない気がする。前も出た、こういう、なんだろう。ほぼ同じカラーで、ほぼ同じデザイン。まあこういうのはね、結構こう、なんだ、着回しは効くからいいんだけど。なんか緑系が多かったな、今日。カラーもの、やばいね。カラーしかないやんっていう感じだわ。なんか多分、私にこの色を挑戦しろって言ってるんだろうな。このちょっと深緑っぽい、あ、落ち着いた色をやってみなって言ってるんだろうけど、どうやってコーデくもちょっと考えたいと思います。結構今回どうしようお洋服が多かったな。福袋ってね、当たり外れがあるものなので、まあそういうものでしょうということなんですけれども、まあ、これを使って自分のお洋服と合わせてちょっと着てみたいなと思うので、着てる様子なんかも明日の動画で見れると思うので、ぜひぜひあのチャンネル登録して待っててくれたらなと思います。今回はこんな感じ、もう本当にカラーものだらけが出ました。というわけで明日の動画も楽しみにしてくれたら嬉しいなと思います。それではチョコバナナでした。バイバーイ。